ビデオはね、そうでもないんですけどね。なんか赤く映るんですよね。見た目はね、そんな赤くないじゃないですか。なのに、なんかね、赤く映るんですよね。不思議やなと思って。どうやったらこう、見た目の色に映るのかなと思うけど、その通りそう映んないんですよ。どうやったらだいぶ違うな。これが見た目の色ですね。こうやるとね、赤く映るんですよ。なんだろう。わかんないですよね。仕事をしてから割と明るい、はい、まんまで、はい、行ってますけど、どうですかね、まあ、今の手触り良かったけど、こう散歩変えたら特にここがつるつるっと、こう分かりますよ、つるんと、ここですね、あ、ここ今日この辺が一番影響出てると思います。本当だ。で、仕上げのオイルとかまだつけてないんですけど、この状態なんですよ。ここツヤツヤ思うんだ。それでラグジュアリーからまだ半分しか出てないんですよ。来月出てよりより良くなる。本当だ、ツヤってしてますよね。見た目的にシャンプー変わると、シャンプーが変わってるんで落ち着きが、なるほど、この辺、まあね、土がつるんと、触ったらこうつる、違うでしょ。本当だ、シャンプー、シャンプーの影響なんですよ。あの2番目に書いてる特許成分って書いてますけど、あれはどうも効いてるみたいで、へえ、あ、その水分をね、こう中に、ね、閉じ込めちゃう、特許が出にくいみたいな。ツルッとかはあの新しいその和漢のからの影響で出るみたいな、相乗効果、相乗効果みたいな、ね、いずれにしても調子がいいので、ね、くるくる乾かしてこんくらいならいいですよね。溶かすだけで、あの元の癖をね忘れてしまいますよね。実は、実はね痛んでもいたし、いい状態を保っていきましょうね。